国産の木材を使えば貯蔵効果と森林の若返りによる CO2 削減効果が見込めるが、現在木材の自給率はわずか2割程度。その理由とは。日本で今杉が非常にたくさん出ていってるんですけども、この材質がそれほど良くないと。例えば家を建てたらですね、ちゃんと乾燥してない場合にはねじれが出てきてしまうと。杉など日本の木の弱点は水分、乾燥に時間とコストがかかり変形しやすいため敬遠されがちだという。そんな国産木材の弱点を解消する装置がある。建材販売などを行う IKK にはこのところ訪れる木材業者が後を絶たない。こんにちは。はい、いらっしゃいます。埼玉で木材加工業を営む加藤社長もその一人。彼の目当てはこの木の箱、中には杉の板が積まれている。全くとは言わないけど極めて芸術変化しづらいから、うん、これなんかもうほらカップ剃りとか、まあ、カップ剃りこっちか、うん、あのこう、ね、もっとこうそっくり変えるはずなんだよな。形状変化しづらいですよね。プロの目をうならせる木材の仕上がり、そのわけは。これ木材の乾燥装置ですね。乾燥装置、はい。一般的には一番多いのは100度前後から100、前は120度、45度を中心にやってます。この装置は45度で木材を乾燥させる。通常はボイラーを使うが、こちらは低温なので電気で温度管理ができる。1週間程度で乾きにくい杉の黒芯が 10% 以下の水分となる。通常建材に使われるための基準は 20% 以下。1日およそ1700円程度の低コストで乾燥が可能だ。45度っていうのは変色しないで、あの薬効を失わない温度だと。さらにこの装置の利点は乾燥後の品質。こちらは一般的な高温装置で乾燥させた杉、そして低温で乾燥させたもの。まあ、ここの赤みと白玉のところの境目がもうボケてしまっていますよね、うん、こっちはもう明瞭にここからが白玉でここが赤みとなりますよね、うん、高温乾燥はここでも一つの特徴で、うん、油分のないミイラのような板って油がある方がバキッと折れる寸前のところで粘りを発揮してこちらよりは強いんじゃないかな、うん、高温で強制的に乾燥させた場合、水分と一緒に木に粘りを持たせる油分などが流れ出たり、中から割れてしまうこともあるという。杉を使わなきゃいけないの分かって、なんで使えなかったのか、本当に乾かなかったから。で、乾燥っていうもので木材の、 あの性能っていうのはほぼ決まってしまうから、難しかったから使われなかったんですけど。8月にはこの低温乾燥装置で特許を取得。東京都の森林組合をはじめ装置への引き合いが増えている。杉がいっぱいあるからうんと切って安く出せみたいな、これじゃ山から出るわけがないです。杉はどんだけ優秀なんですよということを訴え知ってもらうこと。 CO2 削減を後押しする国産木材を使った木造住宅の普及、そのためには国産材の質を上げることが欠かせない。私はあの素人考えで、あの木の伐採っていうのはできるだけ、うん、あの自然温存するためには良くないのではないかしらと思っていたんですが、うん、あの今日の VTR を見るとその、CO2 吸収のためには新規 の、 その植林が必要である、はい、だからこう適切な伐採が必要だと、はい、あともう一つはその、うん、国産の木材の住宅を作るためにも、うん、まあ、伐採は必要なのかしらと、はい、いうことですよね、うん、そういうことですよね。そうですね、あの適切な伐採イコール CO2 ダウンということが非常に面白いと思いましたけれども、はいはい、そもそもこの問題がどこから来たかと言いますと、あのやっぱり国内の材木は、あるいは木材は海外の木材に比べて若干あの質が劣ると、うん、でその結果輸入して国内のものを残して木をあの切ないで、はい、切らないで伐採しないで、伐採しないで CO2 は吸収しないと、はい、なんかあの悪循環みたいな感じですよね、うん、で今回何が変わったかというと新しい技術ですよね、はい、低温乾燥、うん、この
新しい技術によってですね、むしろプラスのサイクルがまた働き始めるということだと思いますね、はい、すなわち国内 の, あの材木が、あるいは木材が、はい、競争力が良くなってきますよね、うんうん、そうすると輸入せずに国内のものを使います、はい、そうするとあの切って次のものをあの、植えるすると、あの CO2 を吸収する、うん、こういうね、あの新しい現象を作って地方活性化につながる一石二鳥の技術ですよね、うん、だからやっぱり日本人の想像力感動しますねと、そういう感じがしますね。あの事業仕分けをなさったフェルドマンさん、はい、何とおっしゃるかわからないんですけれども、うん、実際あの、例えばですね、こう助成金が出るようなことにもなってきててですね、はい、例えば栃木県では、はい、先月から栃木県産の木材を使った木材住宅のためにはこう助成金を開始しましょうと、はい、助成金を出しましょうと、30万円を上限だそうです、はい、であとは国交省は、学校など大規模なこう木造建築物の整備を促すために、はい、2010年度から新たな助成制度を導入するということのようですよ、じゃあまた仕分けにかけようどうですか生き残りませんかこれは、まあ、細かいことを見て仕分けすべきですね、はいはい。